皆さんどうも、たかしむです。前回の動画でですね、群馬県の最大都市で人口37万人ほどの高崎市の中心駅、高崎駅の西口駅前ですとか、中心市街地を散策した時の様子動画にアップしました。今回はその続きとなりまして、今回逆に線路ですとか駅の東側、東口駅周辺などをご紹介していきたいと思います。線路に並行するように東側に国道354号ですとか県道12号線というのが通っておりますので、そちらを歩いているところになります。このように大変立派なリサイクルショップ万代書店っていうのがありまして、私こういったところを行くのが好きなのでね、立ち寄ったりしましたが、向かい側にはアジア系のね、料理店が集まったところですとか、大きめのパチンコ店や自動車販売店なんかがその周囲にあったりしました。で、これ結構大きめの道ですね。国道354号を南下して、高崎駅東口駅前に向かっているところになります。まあこういう風にね、ロイヤルホストがポツンとあったりして、で、その周り結構高めのマンションですとか、まあその間にオフィスビルも国道沿い紛れておりますが、そういった景観になってきてまいりました。で、立体駐車場がね、大きなものありますが、その横に、まあ高崎らしい、群馬らしい建物もありまして、それはこれから移り込むことになりますが、まあこの辺駅に近いということで、本当立派なマンションだらけになってまいりましてね。で、このように鉄器が見えてきまして、上がってきましたら、このように高崎駅の東口駅前の様子がよく見えるようになってまいりましたが、山田電機映りましたよね。こちらが本部が位置する場所にね、まあ、店舗になっているようでして、日本各地にある大変有名な家電量販店ですよね。まあ、その本部がここ高崎市にあるというわけです。で、東口駅前からこのようにデッキが伸びておりまして、少し歩いていったところ大変高めのマンション等もあるんですが、このようにご覧ください。東口駅前から伸びております、またこれ国道354号にあたる道になるんですが、そのど真ん中にですね、ずっとこのようにペディストリアンデッキが連なっているわけになるんですね。で、この国道沿いですが、まあ、マンションとかビルがあって、下に飲食店ね、飲み屋とかが入っている風になるんですけれども、まあ、このように、デッキが大変長すぎるためにですね、まあ、疲れてしまう方ね、ご高齢の方とか、この長い距離歩くの大変でしょうから、ベンチまでしっかり用意されていて、まあ、屋根付きでね。で、そういったところが複数あるという新設設計です。で、しばらく駅から離れるように東に進んでまいりますと、このように結構小さめな単独の店舗で、ビッグカメラがあるんですね。まあ都会のね、駅前にありがちなビッグカメラですけど、こういう風な形であるのちょっと珍しいですよね。まあ、山田電機を目の前にしてちょっと控えめなんでしょうか。で、デッキの端っこの方にはね、このように大変綺麗な建物あって、芸術劇場とかね、あるようで、バスターミナルなんかもあるんですかね。日本各地、主要都市に行くような案内もありましたけども。で、デッキが切れるということで、またこれ国道沿いをですね、どんどん東に進んでいっておりましたけれども、まあ今映っているところのあたりはですね、そんなにお店がなくて、まあまた山田がね、まあ本部所在地らしく店舗別でありますけれども、まあ駅に近い割に最大都市の割に落ち着いた風景には見えるんですが、結構いろんな通り沿いにですね、大手チェーン店が連なっているエリアっていうのがあったりするようなんですね。まあ本当商業通りが何本も連なって並行しているみたいな。で、私、この撮影時はですね、夜に千葉県の幕張の方で宿泊をすることになっていてね、で結構いいホテルなんで早く行きたかったっていうのもあるんですが、まあ、体力的な問題もあって、今回は、倉賀野駅っていうのが高崎からね、一個東京方面寄りにあるんですけれども、そちらまで歩いていくという流れでね、まあ、その道沿いの商業施設、歩く中で映ったものを取り上げていくという感じですね。で、こちら、中本のね、激辛のラーメン店なんかあって、これも関東らしいですよね。で、今歩いている道はさっきの山田のところからね、南方向に曲がりまして、高崎環状線というのかな、そういう道になっております。で、その道沿いにすき家ですとか、au ショップ、まあ、さっき言った中本ですとか、セカンドストリート、ハンプティ、ダンプティ、これ自転車朝日なんかも見えておりますけどもね。まあ、中本に関しては、
多分関東の方って地方にないことを知ってらっしゃいますかね。なんで、なんかセブンイレブンとかでね、カップ麺が全国販売されてね、私も好きで一時期食べてたんですけど、なんか時代的にね、ちょっと形が似てるんで、中卒って間違えてね、ポップを手書きしちゃった、店員さんがね、いらっしゃったらしくて、多分そういう事情なんじゃないかなと思うんですけど、地方だとね、知らない人とかいると思いますので。まあ、そんな余談はいいとしまして、映像の方、また広めのね、東西に伸びている道に出てきてまいりました。こちらが国道17号線になります。これを東に行って、倉賀野駅方向に向かっていきたいと思います。国道を出てすぐのところ、ココイチに吉野家に、あと松屋とかね、まあここもケンタッキーあったりしますけれども、そういうのが集まっているところがありまして、まあ今もトラック映っているふうにね、仕事でこの道をね、車で行かれる方も多いかと思いますので、そういう方にいかにも対応しているって感じですよね。だって吉野家の隣にすぐ松屋があったわけですからね。まあでも意外とユニクロだったり、このようにゴルフ5、あとその先にはスシローだったりもね、あるんですけれども、まあ、特にユニクロなんかね、意外と、まあ、交通量が多いからだと思うんですが、単独でね、ポーンとお店を構えていまして、まあ、そこまで多く商業施設がね、集まっているエリアだと思うので、ここに出店してるっていうのがちょっと意外な感じも個人的にはしましたね。で、ダイソーだったり反対側、レッドバロンにケーズ電機とありまして、でこのケース電気を越えていった先っていうのが本格的に商業施設っていうのがね、ご覧のように減っていってる風になります。まあ、工場だったり倉庫っていうのがね、結構目立つようになってきまして、でなんかこの辺動物園臭いなって正直思いまして、道路反対側見たらね、飼料を製造している工場ですかね、そういったものがあるようで、でこのようにね、郵便局と森永が隣り合ってるところありまして、その郵便局はね、もちろん一般人立ち入り禁止っていう風に書いてまして、まあここで荷物受け付けてくれたら早く届けてくれそうですけれども、まあそういうわけにもいかずってことですね。で大変立派な森永の工場と、でこういう風にね、救急車が国道を横断しようとしてまして、なかなかこの広い道みんな譲ってくれるかなという感じだったんですが、ちょっと待ったらね、皆さん譲っていらっしゃいましたね。でそういったところを越えていきますと、本格的にこのように緑だったり住宅地、あとちょっとした料理店とかね、そういうのがメインの道路になってくるんですが、まあしばらくしますとまたココイチだったりオートバックスの看板が見られるようになってきてまいりました。まあ、おそらくですけれども、この辺商業施設が増えてきたのは、今映ってるところの南側にその倉賀野駅っていうのがあるわけですね。まあ、そういうことも関係しているんじゃないかなと思いますが、でこのように国道南側やってきましてね、県道133号沿いミスターマックスがあるんですが、その周りにですね、まあ、このようにダイソーだったりパチンコ店とかスーパーとかいろいろくっついている大きめの商業施設がありまして、で反対側を見ますと、このようにね、なんか池っぽいところがあって、カモさんたちがねたくさんいて可愛らしかったんですが、まあ普通にね、落ち着いた住宅街といった雰囲気になっております。まあ、群馬県最大都市高崎市、まあ、駅前は商業施設たくさんあるんですが、まあ、工場だったりこういう落ち着いた住宅街もね、ちょっと駅から離れるだけで広がっているっていうのが、まあ、群馬県らしくていいですよね。ということで映像の方、倉賀野駅に到着しました。でここから高崎線の電車長々と乗って千葉県幕張方面まで向かっていったというふうになります。ご視聴ありがとうございました。2022年10月11日から全国旅行支援開始。割引とクーポンが合わさったこんなにお得な制度だから、私が今まで泊まってきたホテルもこんなに安くなります。このお得な全国旅行支援、さらにお得にする方法があるんです。それがこちら、ポイントサイトジョビリッチ。ジョビリッチを経由して予約するとさらにお得に。ジョビリッチのご利用で皆さんの旅行がより素晴らしいものになるよう祈っております。